いつものオペラアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年モデル AMG C63 ステーションワゴンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパー右側に小さな線傷があり、左側に若干の下擦りがございます。またボンネットガラスに若干の飛び石がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万8000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はイリジウムシルバー、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。こちらの C63 は今では絶版となりつつある 6.2 リッター大排気量 NA エンジンが搭載されておりますので、今もなお高い人気を誇ります。 AMG 専用のフルエアロも組まれておりますので、スポーティーなデザインもお楽しみいただける1台です。ヘッドライトはキセノンのヘッドライトが装備されており、こちらのお車に関しましてはフォグライトまで HID キットが取り付けられておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 6.2 リッター V8 NA エンジン、馬力は457馬力を誇りますので、 AMG らしい圧倒的な走りをお楽しみいただけます。アルミホイールは純正18インチのアルミホイールが装備され、ブレーキシステムは専用の強化ブレーキシステムが採用されておりますので、制動力も格段に向上しております。サンルーフも標準で装備されておりますので、より広々とした室内空間を実現しております。では続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクですね、開けていただきまして、オートトランクが装備されておりますので、トランク開閉は電動で行っていただけます。ステーションワゴンですので、スペース十分に確保されておりますし、後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。全体的に目立った使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。では続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは AMG 専用のスポーツシートが装備されております。運転席が若干の使用感はございますが、大きな傷汚れ等はございませんので、ご安心いただければと思います。ではエンジン始動していきます。ステアリングも AMG 専用のスポーツステアリングが装備されております。パドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、オプションで地上デジタルチューナーも取り付けられております。またバックギア入れていただきますと、バックカメラも取り付けられております。フロント両席標準でシートヒーターが完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。また走行モードに関しましては、コンフォート、スポーツ、マニュアルモード3段階で切り替えが可能です。インテリアのパネルは標準でウッドパネルが採用されておりますので、高級感もお楽しみいただけます。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますので、成人男性の方でもゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2009年モデル AMG C63 ステーションワゴンをご紹介させていただきました。走行距離約1万8000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。 AMG のハイパフォーマンスモデルということで、数多くの専用装備が施され、より走りに特化したモデルではありますが、シートヒーター、サンルーフ等、快適装備も充実しております。またステーションワゴンモデルですので、実用性も兼ね備えております。今は絶版となりつつある大排気量エンジンが搭載された低走行な1台でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。